こんにちは、テキサスです。そしてヤッホアジです。お願いします。お願いします。練りに練ってた挨拶ちょっとやめましたね。恥ずかしくてやめました。久しぶりです。そうですかね、2週間ぶりですかね。久々じゃないですね。じゃあスカイカップのメジャーですね、ハイボルテージさんとの一戦になります。キャッチャーアジさん、いやいつもそうでしょ、珍しい。ちゃスターティングメンバーはこうなってますね。ビデオ観戦で JJ と現地に岡来てくれました。ビデオ観戦してましたね、はい、LINE でつなげてましたね。 LINE でつなげてみてくれてました。まあ大事な一戦ですよね。メジャー一勝もしてないですからね。そうですね、勝ちたいというところで先発私テキサスが投げてます。これね、ワンスリーからですよね。はい、また初回の先頭バッターフォアボールと思ったんですけど、はい、よく抑えてくれました。ノースリーになりましたからね。ねえ、いつも通りか思ったんですけどね。まあここはいつも通りですね。結局出すんかい。はい、今待ったフォアボールで出しまして、ワンアウトランナー一塁。そしてここですね、これね、ツーノーやったんですけどね、外して刺しに行ったんですけども、オーバー暴投。そして笹さん、これもオーバー、ツー暴投でいきなりワンアウトランナー三塁と、しかもホームガラ空きというこれぞ草野球ですね。はい、まあ帰ってこなくてよかったです。 0-0 ですね、まだ。そしてこのバッターが三振、チェンジアップで三振で、これエンドランやったんですかね、ですかね、相手さんの。ただあ、テキサスさんバレーしてんすかセッター並みのトスしてますよ。これサード高のスナップスローが早いんですよね。確かに僕もついていけなかった。 S1 ランク戦でやってるんで気持ちわかります。すみません、公式戦で結局高が悪いっすじゃ、はい、2人でも僕ら被害を受けてるんで。そうです、高が悪い、高のエラーっす。その高のとこに飛んでいきまして、まあ、しっかりさばいてチェンジですね。もったいない、もったいない1点ですね。あれだって刺してたらゲッツーですからね。そうですね、チェンジでしたから、実質エラー3つ分みたいな感じですよね。はい、まあやってしまいました。そして1番は笹さんですね。サードフライで打ち取られます。先頭が出れないところでヘルバー見逃し三振。これね、ニヤニヤしてたんですよ、三振したのに。あいつほんま、だからいつもねヘルパーなんですよ。はい、そして私ですね、ここね、セカンド前に行ったところゴロで3人で終わります。あっけないですね、ヘルパーのニヤニヤが腹立ちますね。まあ、はい、腹立つすけどそれは切り替えていきましょう。まあ行きましょう。で次の回ですね、2回の表はまず先頭切ります。そしてこの2人目にドカン、これ飛んでましたね。めちゃくちゃ飛んでましたね。 , 笑うしかなかったですもん。ローズ中段ぐらいまで行ってました。2対0で、まあ、気持ちちょっと高かったなって感じですね。まあそうですね、スライダーがちょっとにしても飛ばしすぎやでってぐらい飛ばせましたね、はい、そしてこれライトニアの頭を越えていく。これがランナー足早いですね。いやもうみんな振ってくるし走塁意識高いしっていうチームでしたね。さすがメジャーですね。ですね、スリーベースですね。ワンアウトランナー三塁、またまたピンチと。はい、そしてこのバッターがレフトにヘルパー来ました。外野の見せ所ですよこれ。お、カットにノーバンで掘れない、カットにワンバン。これはあの阪神の選手みたいですね、晩年の。はいね、ちょっと見てると痛々しくなってくる感じですね、こっちが。そうですね、本気で掘ってあれって言ってましたからね。ちょっと悲しいですね。まああんまり触れないでいきましょう。まあちょっとその後のミーティングでセカンドコンバート説出たんで、はい、まあ実際あるかもしれないですね。そうですね、ちょっと来週の試合からヘルパーセカンドになってるかもしれない、要注目ですね。はい、そして2回の裏ですね、タカが打ち取られまして、ジャンもファーストフライで打ち取られてツーアウト、簡単にツーアウトまで行ってしまいましたが、ここにいやん出ます。さすがの選球眼ですね。ですね、ここをツーアウトからですけどもしっかり出る仕事をしました。そしてアジさん、ここもさすがの選球眼ですね。まあ珍しいですね。そうですね、フォアボールめっちゃ少ないんで、出塁率も最下位ですから。そうですね、言わんといてくださいおい笑ってんじゃんお前らそこでモンスターが、これナイスバッティングです本当に。そしてニーアンが帰ってきまして、これ1点大きいですね。これいいで、ツーアウトからね、1点。いや逆の立場で言うと、やっぱ僕たちもツーアウトからフォアボールだったらこうなっちゃうよっていう。ああそうですね、いいところ打ってくれました。はい、モンスターナイスバッティング。そしてヒョンさんはキャッチャーフライ、
まあただ1点返しました。ピッチャー仕返したいですね、ここは。そうですね。っていうところで、ここはファーストへのフライで、まあ先頭はねしっかり切れてますから、今日は、はい、珍しく今日球速かったですもんね、テキサスさん。走ってましたね。いつもチェンジアップ放ってんのかって感じだったんですけど、今日は良かった。ストレートでしたか、この試合は。まだストレートって見れるぐらいの球ありましたね。良かったです。通行じゃんね、さりげなくさばいてますけど、難しい打球をしっかりと打ち取りまして、ここはまあライト前でツアウトからランナーが出ます。まあ、結局毎回ランナー出ちゃいますよね。まあまあヒットはね仕方ないっていうような感じですから。ですから、はい、ここショートへのゴロですね。しっかり打ち取りまして、点を取った後の次の回無失点で、素晴らしい、いい流れ持ってくれますね。はい、そして1番からですからね、なんとかしたい笹さんでしたが、ここはセンターフライ。まあ相手さんのボールもなかなかコントロール良かったですからね。良かったですね。はい、でここワンアウトのところでヘルパーニヤニヤしてたんですけども、ここはヒットで出ます。まあまあまあ、まあこれぐらいはねしてくれないと、肩もあれですし。そして3番は私ですね。僕はファーストへのゴロ。普段はヘルパーさん盗塁するんですけど、相手さんのキャッチャーの肩が尋常に強かったですね。素晴らしかったです。素晴らしかったですね、本当に。練習からすごいです。そしてランナー2塁でチャンスだったんですけども、ここはタカが打ち取られましてチェンジですね。最近タカが調子悪いですね。調子はですね。そしてここから軽いな系統に入ってきます。タカです、ピッチャー。これもね難しいプレーなんですけどね。いやそうなんですよ、しれーっとさばきますよね。ファーストとこのピッチャーの連携ってあんま練習してないですからね。このコンビ多分したことないですよ、はい、なのにいきなりこれなんでね。まあいいプレーです。しっかりモンスターもさばいてます。そしてここはショートへの内野安打ですね。はい、左中間深いとこやった。左中間じゃないわ、まあ深い三遊間深いとこですね。これもねいい連携ですね。これもね難しいですよね。いや難しいと思いますよ。僕やったらやってますもん、絶対マルテってますね。マルテってるんで。そしてツアウトランナー三塁で、ここはデッドボール。うん、すいません、すいませんでした。ここですね、はい、二塁三塁ですね。盗塁してますね。ピンチですけども、ここサードサードゴロで、この回からじゃん、しっかりサードゴロで打ち取ります。ピンチをね防いでますね。よしよし、ナイスナイス、いい流れですよ。いけるぞ。ピンチの後にチャンスあり、チャンスありかな。ですがここじゃんね、ファーストフライでしたね。打ち取られます。そしてニーアン、さっきニーアンから作りましたからね、なんとかしてくれるか。捉えたが、ただ、ね、正面。ニーアンの打球ちょうどいいとこにいるんですよね、いつもアジさんが、ね、いいとこに守ってますね。さあアジさん、ツアウトから作ろうというところ、捉えたんですけども正面。相手さんの守備うまかったっすよね。硬いです ね。エラー多分ゼロちゃいましたっけ。ですかね。さすがね、メジャーっていうチームでしたね。はい、もう我々も負けずに、そうですね、守っていきましょうというところ。食らいついていこうと。はい。ここはセンターフライト、はい。どうした？タカのボール。タカのボールやっぱスライダー曲がるとき本当曲がるんですよね。曲がってましたよね。で、コースもねすごいつくんですけど、やっぱボール1個分外れたりっていうところが。まあ、惜しいとこでしたね。まあ、特にメジャーはねちょっと狭いんで、そうですね、ストライクゾーンが。逆にその狭い1球がうちに入ったらもう最強なピッチャーになると思うんですよ。お、本当に本当にボール1個分とかですよ、ほとんどのボールが。なんで何も言わんので、ここはショートションさんの前に飛んでチェンジ。そろそろ得点が欲しいとこですね。いや欲しいですね。まあしっかりねピッチャー作ってますからね、リズム。5回の裏モンサからですが、ここはセカンドフライ。まあなかなかしびれる展開になってきましたね。3対1。ここ、これね、このデッドボール大きいですよ。大きいですね。もう何でもいいんで出てほしかったところで出てくれました、ヒョンさんが。そして笹さん、これがライト前に落ちる。本人は狙ってたってずっと言ってましたね。ちょっとね言ってましたけど、まあまあまあ、でも、もう狙ってたんじゃないですか。いいところで打ってくれました、ね、はい、素晴らしいバッティング。そしてヘルパー、ニヤニヤヘルパー、ここ打つんです。打つんすね。やっぱそのヒョンさんが出たからこそ、この一塁間が繋いでくれたと思いますよね、はい、そう、満塁で私のとこになんと回ってきます。テクサスさんさん、ここではいホットアイつけますってことはボール。
ってことはボール。一球目ボールですね。もうここピッチャー変わってます、相手さん。変わってますね。もう豪速球ですよね。はい、めちゃくちゃ速かったです。130は絶対出てますよね。出てたぐらいのスピードでした。ファールを打ってって、ここは追い込まれます。もう2-1と。はい。で、ここで何を思ってたんですか、テキサスさんは。いや、もうとにかく食らいつくしかないですね。速い球苦手なんで、指導早くしてって感じです。そしてここ、変化球が来ます。よくカットしてますね、これは。さすがのミート力ですね。ありがとうございます。さあ、勝負の一球。ここでどうなるか。うまいな。打つんです。きしょいな。それはきしょいな。さあさあさん。ホームコーチャーの多さ。多いですね。ホームコーチャー4人。こんなにいらない。ですが、まあまあ、興奮したってことですよね。アジさんが出てきたっていうのは。嬉しかったです、これは。いやー、同点追いつきます。なんと満塁から、同点で。しかもまだワンアウト2、3塁で、4番。あーっと。高めのスライダー。ああ、なかなか打てるボールではなかったですね。そうですね。ギア上げましたしね、このピッチャー。ちょっと。これも球が速いんですよ。あの、今年対戦した中で、アストロさんの時ぐらい速かったですね。速かったですね。もう1、2番でしたね、はい、速さは。じゃあもうピッチャーゴロで倒れてしまいまして、まあ、同点ではあります。そして6回の表。ここも先頭を切りましたね。はい、先頭切ります。そして次のバッターですね。この方はホームランも打ってる方ですね。先ほどドガン打ちすぎなんですよね。右中間奥深くまで行きましたね、この打球。ニーアンが取ったんですけど、まあ、これもちょっと高めでしたね。ちょっと高かったですね。高かったといえ持っていくそこまで飛ばすかっていう、はい、やっぱ高めに失投すると打たれちゃうなっていう。飛んでいきますしね、うん、今バットの進化もすごいんで。確かにね、はい、芯に当たれば飛びますからね。飛びますからね。ワンアウト3塁ピンチのところですが、ここはファーストゴロ、モンスターさばきまして、ツーアウト3塁までこぎつけます。いやー、抑えたいですね。そうですね、ここ抑えて流れで次にさよ、時間の関係でサヨナラ勝ちという。そうですね、時間的にもこれ最終回なんで、ここはね敬遠気味の。そうですね、ノースリーになっちゃったんで、はい、ここはもう敬遠しようっていう意思で歩かせました。はい、もうバッター勝負でいいんでね、ここは。そうですね、ほったりつけます。初球ボール2球目。いい球ですね。3球目はどうなるか。際どいところボール。これもボールなんですよね。外れます。そして4球目。ワン、ツー。これもボールなんですよね。ワン、スリー。いやー、選球がいいですね。ここはストライク。スリー。はい。ランナーも盗塁で、二塁三塁ですね。ツーアウト、二塁三塁、フルカウント。これ。これがちょっとボールの判定やったんですよね。ニーアンも崩れ落ちますというところで満塁になります。ツーアウト。ただね、気持ちはみんな切れてなかったですね。はい、切れてないです。全然切れてないです。まだ1点も取られてないですからね。同点ですから、ここ勝負ですよ。このバッター、なんと、あっあーあこれは現実ですかね。夢でしょ。これはこれを追うときってどんなこと考えてるんですか。ほんまにやらかしたっていう。しかもこれショートバンドとかやったらね、まあまあちょっとなんですけど、これノーバンなんですよ。ツーシームのノーバンですもんね。しかもなんかグローブをどっち出せばいいかわからないっていう球やったんですよね。アジュさんが盛大にやらかしまして1点を取られます。三振ですね。ここは三振取るんですよね。これもただでもこの後僕回ってくるんで、ニーヤンに絶対出塁してくれと。はい、でその後僕がツーラン打ってサヨナラ勝ちするって言ったんですよ。でニーアンここでこれもね、また最後ピッチャー変わってるんですけど、また早いピッチャーが来て、135ぐらい出てましたよ。まあ、ニーアン打ってたんですけど惜しかったんですよ、ね、そうなんですよね。でもミス取り返すためにここで僕はホームラン狙うと、はい、ボテボテのサードゴロ、ヘスラー。もうこれはね、殺すするしかなかったっす。いや、気持ちこもってますね。もうあの後なんでセーフですね。セーフですね。気持ちで勝ったっていうような。はい。でもね、ここでね、セーフでもね、さっきの止めたかったなって。まあ、さっきやらかしてますからね。そうなんですよね。そしてこれ時間制限でラストバッターですね。まあ最後こういう形で、もうモンスターもうホームまで行けって言ったんですけど。これね、相手キャッチャーさんがね、甲斐拓也さんのような強肩見せてましたね。いや、見して、最後に見して、結局スリーアウトチェンジで。結局、はい、すみませんでした。試合結果が4対3でハイボルテージさんとなっております。悔しいですね。もうすいません。
でしか言えなかったです。いやいやいや、メジャーで勝てないですね。ハチさんが落としたらもう取れないですよ誰も。いやあれはね、取れました。取れたかどうかコメント欄ください。それ嫌やな、見たくないな。これね、順位表こうなってます。5位でまだ一勝もできてません。よかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録お願いします。来週はエンジョイです。買ってきます。ありがとうございました。